ルポスタル のパイロットでメルモスっていうそのフランスでも有名なパイロットは郵便飛行のために南大西洋で行方不明になったんです。それで領収書やつまらない請求書を運ぶためになぜ命をかけて飛ばなきゃいけないんだっていうその質問に対してサンテクジュペリ自身が軽蔑しか感じてないんですよね。郵便を運ぶということの意味ではなくて何か別な意味があったんですよ、あの郵便飛行には。サンテクジュペリも1944年に死んでますけども、それは郵便飛行ではなかったですね。自分の仲間を追うために飛んでいったようにして死んでしまいましたけど、それで僕は30年代が好きなんです。1941年生まれですから、戦争終わってから物心ついてるんで、戦争の敗戦の中でね。ですから自分の友人には少なかったですけども、自分たちよりちょっと上の人たちはみんな飛行機の設計者になることに憧れた時代があったんです。僕は遅れてきたんですよね。それで飛行機に興味はありますけど、だいたい1920年代から30年代にかけての飛行機が好きで、その他もうほとんど関心がないと言っていいくらいなんです。